はい、オープンたわごとリリと一緒、今はそうですね、夕暮れを越えてもう暗くなって、そんなお時間です。はい、早速お便りじゃないご質問からお読みします。マースさんの父上がホーム総合研究所で若き日研究されおっしゃられていた、どんな悪くなった人々をも忘る一体性に気づき、学べば良き人へ変化する、要は本質の愛へ変えれるのだということについて、マーさんがね、マーさんって僕のことだと思うんですけど、話をされていたと。そのことについて、詳しく教えていただけませんか。リリが床を掘っています。で、床掘った心配される方がいるとあれなんですけど、岩盤になってて、石畳になっててツルツルなんで大丈夫ですリリーこれ欲しいんじゃない。リリー今セラピーしたでしょね、クソーって言ったでしょ、これくれってかわいい、はい、まあ、ちょうどいいからね、セラピーのことについて、まあ、僕も専門だなのでね、要はね、この分離社会で溜め込んできたエネルギーがありますよね。怒りとか憎しみとか悔しさとか、そういうの全部ね、安全なところでね、マットでね、また布団かぶってね、全部出すっていうのはね、すごくね、癒しになります。そのエネルギーをね、持ったまま、それ単なるエネルギーですから、出してしまったら消えてしまうんですよ。だから怒りや憎しみ、悔しさね、そういうのを、マットをかぶってね、人に迷惑かけないように、安全なところで怪我しないようにね、出すというのはね、自分が変化していく、癒えていくというのかな、そういう意味はすごくいいことだと思います。ちょっと話がそれました。自分の父親は若い頃、僕が生死だった頃は法務総合研究所、まあ法務省ですね、で、囚人の方たちの回帰、本質回帰の研究をしてたんですね。家に帰ってきてもずっとやってましたから、まあ和するっていうのは、まあ、一体性、万物すべてが一体性、一元性ですね。一元に帰すというふうに武士の方が言う、それですね。で、そういうことを知らずに、喧嘩や競争、人に勝て、人は敵だ、やっつけていいんだ、恨んでいいんだ、盗んでいいんだっていうようにやっぱり教育するされるというかね、そういうところから人は苦しみの中に、自我の闇の中に入っていくんですね。だから逆に和すること、一体性、愛を学ぶことで、囚人の極刑の方もね、悟りを開くというふうに言ってましたね、父はね。だからそのまあ今のね、法務省がそういうことをしているかって言ったら分かりませんよ。今のね、検察もね、喧嘩かもしれませんね。でも昔はね、僕は子供の頃はですね、父はまた父が千何百年続く空海が開いた寺の一族ですからね、あと八幡神社のと一緒にやってたようなんですよ。まあ、だからもう先祖代々ずっと精神性の一族ですからね、うちの父親が特別そういうことをしてたのかもしれないんですがね、僕が覚えている彼は、まあ、死なんてあるわけないだろうとか、未知で神秘で色即是空だとか言ってましたしね、いつも写経っていうかね、書いてましたよね。まあ、そういう別に仏教がどうのっていう人じゃないんですけど、ニュートラルではあるんですけど、そういう一族のね DNA に入った
そういうのはあったかもしれません。でそういうことを、その忘れること、一体のこと、愛のことを学べば、良き人に、要は囚人の方、犯罪を犯された方たちもね、治っていく。じゃないと本当にこの世界は危険ですよね。人のふるさとに侵入する、奪う、支配する、ね、急に襲ってくる、殴ってくる、ね、例えば、まあ、女性を奪うとかね、男性を奪うとかね、そういうのも全部分離、若たれの価値観、観念、代々続くね、まあ、そのことを言っていたことは言っていました。で本質の愛に誰でも帰れるっていうのは、僕は大人になってからね、精神世界でいっぱい学びましたね。それは父が言ってたこととは同じですね。はい、まあ、だから色即是空だけじゃなくて、あらゆる宗教性っていうのは本当は一体性、愛、忘ることを説いてるんだと思うんですよね。しかしそこに野心、野望、念望、自我の野心、野望、念望が入るとね、喧嘩や争い、他の団体との競争、比較、喧嘩、また徒党の組合、まあ、そこから嘘、偽り、騙しというふうになってね、まあ、それが引いては自分へ帰ってきますからね、自分たちの苦しみや痛み、悲しみ、まあ、堕天使にもなると思うんですよ。で次の、この別の方なんですけど、堕天使は忘る愛を、一体性を失ってしまい、勝ち負けの戦いから分離し、二極、自我の価値観を持って地獄へ落ちていってしまったのでしょうかっていうね、まあ、僕もそう思いますね。マーサンサー、おっしゃる通りですね。イザヤ書の伝承では確かにそうですね。まもなくイザヤさんの手紙、遺言がね、公開されますけどね、本当に涙のね、また愛しさの、まあ、あれが世界中に行くことでね、世界中の人がの本質、どんな団体に入っていようがね、自分の中の本質、素晴らしさ、輝きがね、闇の中でもね、堕天使の方たちすらもね、天使に帰る力をね、持ってるんじゃないかなと、まあ、自分では思ってはいますけどね。そういう思いを込めて制作してきました。スタッフもね、みんなね、制作に携わる人たちもきっとね、そうだったと思います。堕天使は忘る愛を、一体性を失い、勝ち負けの戦いから分離し、二極自我、二極自我というのは私と他ですね、の価値観を持って戦って、競争して、奪って、盗んで、嘘ついて、騙して、そうするとね、堕天使となるんですよ。そうするとね、悪魔となっていく、地獄へ落ちていってしまうんですね。まあそう言われてる、まあイザヤさんの、ね、伝承ではそうですね。だから忘る愛をね、徹底的に古代日本はね、忘ることをとことん伝えたんですね。他を思いやることをね。だからイザヤさんの子孫のね、仁徳さんのね、伝承もそうなってるんだと思うんですよ。みんなそうですよね。でもそれを失ったらね、まあそのイザヤさんの子孫の人もね、闇と化すでしょうね。一体性の愛、自分と他っていうのはね、本当に猛毒なんですよ。心にとって、癒しにとって、愛にとって、本質にとって猛毒なんですよね。本当にダメにしちゃうんですよ。生産カリ以上のね、心の生産カリが若たれ、自我ですね。で今まで人類はそれをいいとしてきたんですよ。だから闇なわけですね。
悲しいですね。もう一個、質問です。マーさんが言う一体のまっすぐ価値観を知れば知るほど人は家愛へ帰り真理から来る安堵感が大きくなり正義と勇気と思いやりが自然と生まれ真に幸せとなる。真に人類はその時成功し誰もが繁栄するということについて、またティアーズ・オブ・ムーの次の4作目今制作入ってるものですけど来月そのレコーディングもありますが、まあもう今もレコーディングいろんなのしてますけど、アブラムが言うごとく美しきハートの子孫がそこからたくさんたくさん生まれるとマーさんはおっしゃっていました。イザが言う通り和する愛こそ世界中の人が平和となり争いが終わり幸せとなり嘘が騙しが支配が奪うことが盗むことが、ね、勝ち負けが闇であるということを皆が知りみんなが人のふるさとに侵入する勝ってうぬぼれる過信する人がいなくなり世界中が平和となり安心して暮らせる人のふるさとに攻め込んでくる人がいない奪う人がいない素晴らしい世界がね来ることでしょうと、それゆえに幸せとなり世界中の人が平和となり美しき世界となるエデンが生まれるのではないかと最近つくづく感じるのですがどうでしょうっていうご質問なんですね。素晴らしいですね。マースアンサー、そう思います。世界がそのことに気づいて皆が幸せとなってほしいです、ね、やはり僕は精神世界でとことんそういうことを学んできましたけど、幼少時ね、父親が勝つな偉くなるなすごくなるなそういう価値観を持ったものを対応しなきゃならない、なぜなら必ず闇へ入るから、必ずトラブル問題ね、人のふるさとに侵入したり奪ったり盗んだり勝とうとしたり騙したりそうなるから取り締まらなきゃならないね。縄文時代ね、そうなってしまった若者をね、縄文の長たち、またイザヤさんの一緒に来たね十二支族の長たちもね、そういう闇となった分離を信じて闇となった若たれを信じて忘るところから突起した人たちをね元に戻そうと、愛へ帰ってほしいと、天使に戻ってほしいと、愛へ戻ってほしいと尽力しました。そのね、なんだろう、その感覚和の国日本にあると思いました。子供の頃はね、今は様変わりですよね。公務員の人もどう、政治家の人ももう全く大和魂を持ってらっしゃるのかどうか分かりませんが、そういうのを感じましたね、僕は子供の頃の大人の方たちをね、尊敬に値するようなものがありましたね。皆がね、本当の自分に帰る、本当の自分に帰らないと幸せになれませんね。その人が本当の自分に帰って初めて自分を許し愛し自分をね抱きしめることができる。もし本当の自分、要は真我に戻らない、愛に戻らないなら、その人は自らを罰するだろうし、気づかせようとメッセージするだろうし、
許さないだろうし、償おうとするだろうし、自分を嫌うでしょうね。そして自分に近しい人ほど同じようにその人を嫌うでしょうね。愛へ戻る、それ以外に地位や名誉やどんなものがあっても幸せじゃないですよね。愛がなかったらね。まあそんな風に悲しいけど思います。今世界がね、愛へ帰ろうとしてる、本質へ戻ろうとしてる。神々はまた天は宇宙は自然界はとてつもない覚悟でそれを実行してきている、そう感じます。ここまでかと思うほど完全にそれを成し遂げよう、愛の世界を作り上げようとしている、そう思えてなりません。神々はそこまで覚悟して今とことんそれを実行しているという感じがしてなりません。それじゃあまた、あ、リリー、それじゃあまたお会いしましょう。今日もね、たわごとたくさんのたまりましたね。たわごと回すと、たわごと聞いてるリリーの巻でした。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。たわごと、さようなら。皆さん、愛へ帰って幸せになってください。本当のあなたに戻って、天使に戻って、堕天使から幸せになってください。真の幸せを、もう自分のことを責めることがない生き方へ帰ってください。さようなら。たわごと。